い、こちらですね、カブくんちの、クリスマスでございます、クリスマスの時はですね、基本的に、まあ、飾り付けとかですね、僕は、これまでやったことがなかったんですが、今年はですね、ちょっとやってみました。はい、まあ、大きな派手なことはしてませんけど、こんな感じでございますね。はい、ちょっとね、ちょっとずつ紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらから。これは、この前も紹介しましたが、桜とかね、リンゴの造花なんですよね。まあ、季節外れにはなっていきます。はい、まあ、そこに、まあ、ライトをね、絡ましているという感じです。まあ、あのクリスマスツリーは本当は買いに行ったんですけど、あのもみの木はですね、まあ、結構冬クリスマスだけになっちゃうんで、まあ、あんまりこうスペシャル感ってなかったんで、うん、まあ桜というか桃とかリンゴっぽい木ですけどをちょっとやってみましたね。はい、この造花は日本円で5000円くらいはしましたよ。うん、はい、こんな感じ、ちょっと光がねあれですけどね、こんな感じです。はい、でこうやって伝っていって、はい、こういうふうに伝っていきます。でこれはね、僕がたまにカブくんテレビで使っている、白いボードですね。その上にフランス軍のケピ棒、これは車庫棒かな、が、ございます。で、テレビを伝っていくわけなんですが、そのですね、手前にスケートをしてますね。はい。これはお母さんが日本にいた時に買ってくれたやつかなと思います。はい、こんな感じですね。電池の消耗がねすぐなくなっちゃうんで、ずっとはつけてもやられませんけど、はい、これがスケートしてますね。はい、こんな感じです。まあ、この下のこれチェスボードですね。ちょっと壊れてるんで、修復している最中ですね。はい、そして鏡、これ最近買ったばかりですよ。やっぱ振り付けとかね、やっぱするんで、鏡便利ですね、ほんと。うん、まあ、これを使って今年も陸上フィギュアの作品なんかもね作っていきたいなと思ってます。はい、でカーテンをこのように伝っていって、ちょっと光の感じがね、あの光っちゃっててあれですけども、いう感じです。はい、あ、それとあの最近こう改修工事がねありまして、壁の方ね、こちらあのちょっとむき出しになっておりましたけど、改修工事完了でございます。はい、で、まあ、こういうふうに伝ってって、うん、はい、こちらにクリスマス、これね、これも造花で、さっきの桜の造花買ったお店と同じとこで買いました。あのほんとね、あんまりお客さん入ってなかったんですけど、これね、とても可愛いなと思ったんで買いましたね。これは日本円で1200円くらいかな。うん、はい、可愛いですね。はい、こんな感じで伝っていきます。あ、で羊さんちょっと置いてみましたね。この羊さんはアンティークですね。アンティークの羊さんです。これはもうずいぶん前ですね。うん、こんな感じになってます。はい、時計ですね。
で、向こう側はちょっと暗いんですけどね、ちょっとお待ちください。はい、ちょっと特別にね、電気をつけてみました。はい、こちらはね、バナナの造花で、これは1ヶ月前ぐらいに買ったやつですね。これもバナナの造花で、うちはね、どうしても湿気が多くなっちゃったりするんで、もう造花ですね、植物もあんまうまくいかないんで、うん、作り物ですけども、はい、お猿さんがバナナの木に、しっかりとね、はい、こんな感じです。うん、あ、木が倒れちゃったね。事故発生した。おお。ぶつかってますね。なんか話してたら怪奇現象起きましたよ。どけたりよ。なんでだろう。ね、あ、引っかかっちゃったのかな。こんなことなかったの、今まで。うん、なんでだ、急に。なんかあったのかな。ちょっと待って。あとで、あ、設定し直す。うん。まあいいや、この辺ちょっと置いておきます。話したら急になんか起きましたね。うん。まあこんな感じで、まあ、いつもはね、ここにぬいぐるみさんたちは置かないんですけど、まあ今日は全員集合ですね。これまでも紹介した子たちでございます。こちらはね、竹ですね。竹の熊さんです。まあ、これも竹の造花。造花って作り物ですね。作り物に一瞬見えないんですかね。ほんと最近の技術すごいなと思いますね。うん。ちなみにこれ、光の設定ができるんですよね。で、ちょっと恥ずかしいんですけど、ミュージックちょっと押すとですね、いきますよ。音流れますよ。音大きいね。はい。音大きいんで、音調節できないのかな。もうちょっと音ちっちゃくしたんだけどね。ちょっと音大きすぎるんで音は出しませんけどね。で、こちらの右側のボタンが、光がね、変わるんですよ。ちょっと待ってください。まあ、こういう感じの光ですけど、ボタンをちょっと押すと、ほら、こうやってね、チカ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 したりとかするわけです。これだとちょっと眩しすぎるんで。はい、また色変え、これいい感じですね。こんな感じで、まあ、いろんなものを選べるということですね。うん。わー、すごいチカチカして目が悪くなりそうですね。こんな感じです。まあ、こうやってプログラムを選べるわけですよ。はい。これなかなかいいですね。だちょっとチカチカしてるかな。まあ、やっぱこれが一番いいかな。穏やかな感じで。はい。で、今はね、YouTube、テレビに接続して、リラクゼーションミュージック聴いてます。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、これからもう夜遅いんで、寝ていこうかなと思ってます。はい。こちら布団なんですけどね。うん。はい。と、まあ、こんな感じですね。僕んちのクリスマスの紹介でしたね。はい。はい。というわけで、まあ、本来クリスマスはあんまりやんないんですけども、今年はちょっとね、クリスマスツリーを買いにちっちゃなお店に行ったらですね、結構なんか面白いものが売ってたんで、やってみたら結構いい感じになったので、嬉しいっていう報告ですね。はい。というわけで、ありがとうございました。